はい、こんにちは、ビッグボーイです。それじゃあ今回もファイナルファンタジー15マルチプレイ、戦友、続きやっていきます。動画外でクエストをそこそこ進めて、今13,790kW。これで、こっち側の電線はもう全部、開通できる、供給できるから、クエスト増やしていこうか。よし、光を灯そうか。防衛と緊急？なんか追加されたな。メテオよろしくね。私も負けていられませんね。あ、レベル10がある。の前にまずこっちやってっか。わかりました。無理はなさらずに。おい、来た。これクローズドにも似たようなクエストあったで、メイスをね、買ってみて全開強化してみたんだけど、めっちゃ動き遅いから熱い。どれだっけ、これだ。防衛にはあんまり役立たないな、これ。トーシすげえ遅いんだよね、これ。威力はすげえけど、これダガー使おう。こいつら爆発しやがる。あ、プリンも来た。プリンは何が効く。メイスダメか、ダメか。ならこいつらは魔法なんだろうな。 MP が全然足りない。ボムに魔法使ってみよう。あー、普通。防衛対象がなんでこんなチャッチー小屋なんだ。おお、これ拾っとこ。こいつらに魔法だ。あ、魔法もあんまり効かないな。そうだ、蹴りを入れろ。まだ来る。で、こっちを無視するな。これ近づいたら爆発しちゃうもんな。回復しよう。でっけえプリンだなこれ。あ、違う、鉄巨人だ。食材とかで拾っとくか。エーギル。じゃあメイス。危ない。メイス強いんだけどね、本当動き遅い。ダメージ1000以上入るんだけど。ほら、当たってない。メイス全然届いてないぞ。よいしょ。オッケー、倒した。お疲れ様でした。
お待たせしました。しっかり食べて次に備えてくださいね。レベルがなかなか上がんねえ。へえ、情報屋なんてごっこ遊びかと思ってたけど、どうやらあいつは本物みたいだな。王都の襲撃から逃げてきたんだって。あんたより賢くて強いんじゃないの。おお、王の剣か。あんたもこの子の話聞いていきなよ。面白いぜ。俺のおじいちゃんの手帳にはいろんなことが書いてあるんです。例えばガーディナと船場の南東にある御影島はご存知ですか。人の立ち入れない禁足地ってものだそうで、いくつもの伝説が残ってるんです。ああ、御影島ならね、ちょうど今ノクトが眠ってるはずだけど。で、そうだ、タルコットのおじいちゃんはダスティンではないな。御影島というのは創世記にも名前が出てきて、星の力が集まる神様の集会所と書かれています。ほう、情報屋なのタルコット。なんか新しい武器売ったりしてる？武器ならあるぜ。ドイツが欲しい。変わってないぜ。また来いよ。君の写真すごい話題になってるよ。いつもそう言ってね。君の写真はここで確認できるよ。な、謎の決めポーズだけど。ほうほうほう。なんだこれ。なんかフィルムが切れてるけど。いやー、かっこ悪いな。なんか決めシーンのはずなのに。おお。気に入ったものがあれば保存しておいてあげる。保存はしなくていいや。さて、じゃあ今日はどうする？そうだ、このクエスト、ね、これからの活躍も期待しています。すんげえレベル差あるけど、まあいっか。クイックマッチングしてみるか。そちらですね。ええはい、仲間が集まらなかったから。結局 AI 仲間ゼロ人。なんかサーバーがオフラインっていう表示になってるけど。カーラボス、メイス使うのやめよう。タチかダガでいこう。と肉落ちてる、拾っとこう。サハギン、あ、グランガッチもいる。てかこの AI 仲間さ、全員ビッグボーイ以外全員女なんだけど。王の剣ハーレムパーティーですか。サハギンそんな強くないな。おりゃ、ほんと推奨レベルが当てになってない感じ。おりゃ、いや、動きが鈍い相手に対してメイスは使わないと。勝て、よいしょ、出た。あ、でっか。うわ、気持ち悪い。あっち、なんかもっとバーンといけるなんか大型魔法が欲しいな。グランガッチやっちゃおう。
魔法。あ、弱い。こんな変異されてるサハギンからじゃ食料取れないな。ウロコ取れた。仲間のほとんどが回復系ばっかり使ってくれちゃうから全然体力ねえんだよ。というか王の剣が魔法使えて主人公一行たちはなんで最初から魔法が使えなかったんだ。メイス、よいしょ。あ、なんか落とした。肝臓。待って、今拾いてなくね。拾いたい、拾いたい。仲間がダウンしてたけど生き返った。先にこっち倒さんとな。てかあのボスが出現した時点でボスを倒したらもうクエスト完了になるんだけど邪魔になるからな。こっちメイスー、よいしょっと。モンスターハンターかな。こっち叩こう。お、ウィーク。あ、ウィークね。そうだ、このメイス停止1っていう効果ついてんだけどそんなに停止はできない。停止1じゃ、よいしょっと。まあ、全然ひるまねえ。ていうか仲間やべえ、痛い。あ、こいつ勝手な。ダウンしたりあと体力減ったりしてる仲間の近くで回復魔法を使えば仲間も回復されるんだっけ。待って、また倒れてる。ちょっと一旦離れて。わ、ダメージ低っ。一旦死。一回のシフトブレイクで半分も食うのはな、 MP。仲間シフトも MP 消費するんじゃ使えないし。よいしょ、一回でいいからひるんでくれ。届かない。よいしょっと、まだ半分もいってないな。あ、にしても変ね。魔法なんて全然効かないし。どう？出るか。あ、防御力低下してんのか。今そうだ、食事、前回の食事効果で危ない。防御力3割アップしてんだっけな。これアップしてなかったらやばいな。 MP 回復。デリラ、って逃げれない。回復して、あとちょい。あ、こいつ一回もウィークしてねえんじゃね。よし倒した。
強いな。強いのにマッチメイキングしても誰とも会わないし、悲しい。無事で何よりです。さあどうぞ。地獄につけ、味付けは大戸流を基調に少し工夫をしてみました。おお、結構ゲット。今のモンスターレベル上げにいいかもしんない。それなりに硬かったけど。情報が増えてる。あ、タルコットが。よし。要件は？何？ここも電力使うのか。まああるから使っちゃおう。送電成功。メンブルムのしるべ。フェスト追加でしょ。あ、こっち進んでったらメルダシオ教会に着くね。つくけど、うん、電力足りるからこっちつなげちゃおう。これで明るくなるよ。あ、武器販売開発部部長ってことは、なんかもうちょっと別の武器買えんじゃないか。さあ夜を追い払うよ。鉄塔、衣装の図案。送電成功。よし、オールドレスだ。よし、オールドレスだ。まず1拠点だ。いつもありがとう。トラックってのは確か最初ここ入った時見たな。ちょっとその前にいろいろ確認して。あ、カジュアル系の服が増えたり、スポーツサングラス。カジュアルとか言ってるけど、次もよろしく。この格好すでにカジュアルじゃないから、なおさら格好悪くなってしまう。よし、それじゃあ今回この辺にしようか。とりあえず第一拠点オールドレスタに供給、電力供給していけるようになったから、次回トラックで行ってみよう。多分道中またモンスターの襲撃受けるパターンだと思うけど。それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。